はい、こんにちは、りょうへいです。今日もアマゾンのブラックフライデーチェックしていきたいと思うんですけど、今回はチタン製品まとめてみました。チタンのメリットは軽い、錆びにくいということで、本物の男だけに許された金属ですね。ではそのチタン製品について見ていきましょう。はい、まず一つ目はチタンテーブル。価格は16,650円が 34% オフで7090円となっています。まあ、もともと1万円超えていた製品って考えるとかなりお安くなりました。でこのテーブルの面白いところは、片側は焼き網としても使えるし、もう片方は鉄板としても使えるんですね。もうこれはキャンプには最高のテーブルだと思います。はい、でこちらの寸法は 25cm×35cm× 高さが 13cm ということで、重量は 540g になっています。では次、はい、お次の商品は懐中電灯ですね。チタン製あります。価格は12,999円が 20% オフの13,999円ということで、こちらのすごいところはマックス1000ルーメンの明るさを放つことができる懐中電灯なんですね。もうただただかっこいいっていうだけ、もうただそれだけです。チタンだからこんなに高いんですよね。チタンじゃなかったらもっと安いです。でこれとにかくコンパクトで、全長76ミリの直径が 21.5 ミリとなっています。結構便利なアイテムだと思います。では次、はい、お次の商品はちょっと安めのチタンのライトになります。これも先ほどとほぼ同じなんですけど、マックスが650ルーメンとなっています。価格は9299円のものが 20% オフの7439円で、さっきのものよりもさらに安いタイプのものになっています。あまり予算がないな、だけどかっこいいライト欲しいなっていう方は、こちらのチタンのマイクロライトを買ってみるのがいいんじゃないかなと思います。それでは次、はい、お次の商品はハサミですね。ハサミってあんまりキャンプで持っていく方多くはないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、家でも使えるし、ファミリーキャンプだとあったらあったでね、すごく便利だと思いますので、チェックしていきましょう。で価格はめちゃくちゃ安くて、1155円のものが 32% オフで786円となっています。カラー展開も豊富で、ネイビー、アイボリー、ダークブラウン、ピンク、ブルー、グリーン、7種類から選べるので、好きな色を選んでみるといいと思います。で大きさ 174mm で、刃渡りは 65cm です。今使ってるハサミ切れないなとか、キャンプにハサミあったら便利だなっていう方は、こちらを選んでみるのがいいかもしれません。では次、お次の商品はクッカーセットですね。6991円のものが 30% オフの4893円となってます。サイズは SML の中から選ぶことができて、蓋がフライパンになってて、下が鍋になってるタイプのものになります。とにかく軽さを求める方は、このブラックフライデーの安い期間に買うのが一番ベストかなと思います。では次、はい、お次の商品はチタンのティーセットですね。5点セットになります。22,990円のものが 30% オフの16,093円となっています。チタン製品の5点セットになるので、決して安くはないんですけども、キャンプでコーヒーばっかり飲んでるのも飽きてきたなっていう方、そういう方はコーヒーの代わりにティーを楽しんでみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、そこで軽量コンパクトで、まあ、登山とかされる方は特にこういう軽量なティーセット持っていくのが一番ベストだと思います。重量は約 245g、 軽量にできていますので、もし気になった方はこちらチェックしてみてください。では次、はい、お次はワンティグリスのチタンのミニ焚き火台ですね。価格は5600円の 35% オフで3646円となっております。結構 YouTube の動画を見ていても、このストーブ使っている方多いんじゃないでしょうか。価格は過去に1日だけ3432円という時があったんですけど、まあ、今でも十分安くて3646円という価格なので、このデザインとブランドが好きで前から気になってたんだけどまだ持ってないなっていう方は、この機会に購入してみるのがいいんじゃないでしょうか。一応ケースもセットで付いています。では次、はい、お次の商品はチタンのシェラカップですね。しかも折りたたみ式となっています。価格は2849円の 32% オフで1926円で購入することができます。これはねめちゃくちゃ安いですね。だいたい最初ねスノーピークのものを購入される方多いんじゃないかなと思うんですけど、こちらは折りたたみ式になっているので、取っ手をクイッと下の方に曲げてスタッキングすることも可能になっていると。便利で軽量なシェラカップになっていますので、これからの時代のシェラカップはこういうタイプがいいんじゃないかなと思います。ただ気をつけなきゃいけないのがここですね。取っ手の部分がそのままハンギングラックとかに引っ掛けられないようになっているので、この点だけ注意が必要です。では次、はい、お次はチタンのカトラリーセットとなります。でこちらは4点セットで、箸、スプーン、フォーク、ナイフ全てついています。
価格が4760円のものが 51% オフで2332円と半額になっています。まだチタンのカトラリーセット持ってない方は半額なので、ぜひこの機会に買うのがいいなと思うんですけど、あのダイソーでね、最近チタン製のカトラリーセット出たよっていう話もありますよね。あれはね、なかなか手に入んないというか、もう300円でさすがに作られないんじゃないかなって、田舎まで回ることはないんじゃないかなと思います。どうなんでしょうダイソーさん、もしダイソーさんでゲットできるんだったらそっちの方がね安くていいんじゃないかなというふうに思います。では次、はい、お次はチタンマグカップです。こちらの価格は1万1000円の 15% オフで9350円となっています。これもね結構高いんですけど、何がかっこいいかって、ブラックのチタンで重量も 83g、容量 350ml でめちゃめちゃかっこいい仕様になっています。ブラックでかっこよく決めている方はもう絶対持っていなきゃいけない一品だと思います。では次、はい、お次の商品はこちら前も紹介したんですけど、チタンのキャンティーン1リットルになります。これも半額ですね。15,236 円の 51% オフで7,466 円で購入できるということで、こういう形状の水筒はお湯を入れておけば湯たんぽ代わりにもなるので、冬キャンプに行かれる方とかブッシュクラフトやられる方もこちらの水筒チェックしてみてはいかがでしょうか。では次、お次の商品はチタンのごとくですね。これもね前紹介させていただきました、あのスノーピークのバーナーに使えるごとくになっています。価格は1980円で 30% オフの1380円となっています。これはね僕も購入しました。どうしてもスノーピークのあのガスバーナーってこれですね、このスノーピークのバーナーめちゃくちゃ安定感悪くて、でこういうごとくあったらいいなっていうので、あの購入しました。すごくいいのが、そのバーナーの中に収納しておけるっていうのはね、このバーナーも安くはないので最初からこういうのを入れといてくれよっていう感じなんですけど、ついてないので自分で買うしかないと。スノーピークのバーナー持ってる方はもうぜひこれ購入した方がいいんじゃないかなと思います。では次、はい、お次の商品はチタン製のアルコールストーブになります。これちょっと変わった形状なんですよね。価格が3398円の 20% オフで2718円となっています。この筒自体がアルコールストーブになっていて、その上にごとくを乗せて使うっていうようなアルコールストーブですね。他の人と同じようなものを使いたくないなっていう方はこういったアルコールストーブもいいんじゃないでしょうか。重量は 50g と超軽量になっています。では次、はい、お次もチタンテーブルですね。最初の方にチタンテーブル紹介したんですけど、それよりも安いものになっています。 5% オフで5681円ということで、割引率はそんなに大きくはないんですけど安いです。最初にご紹介したのがこちらで7090円だったのに対して、今紹介しているのは5681円と、若干作りは違うんですけどサイズは同じです。 25cm、35cm の 13cm、 あと焼き網にもなるし鉄板にもなるしということで、ほとんど一緒ですね。重量は 500g で収納袋もついているので、値段だけで言ったらこっちの商品を買うのがいいのかなという感じですね。では次、お次の商品はチタン製の薪ストーブになります。 2m の煙突付きということで、価格は 47,323 円の 30% オフで 33,126 円になります。でこの形状はですね、トモントさんとかポモリーさんとかなり似た作りになっています。本体重量は 3.1kg、 全ての付属品を合わせると 4.6g と、まあ、最近流行りのガラス面がついている薪ストーブになるので、テントの中にいても薪ストーブを楽しめる形になっていると。でオプション品も充実しているみたいですね。もしチタン製の薪ストーブ欲しいなという方はこちらをチェックしてみてください。では次、はい、先ほどご紹介した薪ストーブとセットで買えるチタン製のオーブンになります。こちら価格は 18,027 円の 30% オフで 12,619 円となっています。でサイズ感は 23cm の 22cm の高さ 9.8cm、 商品重量は 800g となっています。全て収納袋も合わせると 900g となっていると。このオーブンのいいところはガラス窓がついているので、焼け具合を確認できるのが非常にいいなと思います。なのでピザとか、あとトースターとかグラタンとかね、キャンプでの料理のバリエーションが増えるので、料理好きの方はねぜひゲットしてみてもいいんじゃないかなという商品ですね。今だったら 12,000 円くらいで買えるので、ぜひこの機会に入手してみてはどうでしょうか。では次、お次の商品はネイチャーハイクのケトルですね。まあ、価格7672円ということで、金額の動きで言うと、まあ、9500円くらいからガクッと下がって7672円で今のセールに突入したという感じですね。でチタン製でやっぱ軽いので、重量が 0.8 リットルの容量で重さが 185g と、で収納袋も付いているのが嬉しいですね。
軽いものを探している方はぜひこちらを購入してみてください。では次、お次の商品、アルコールストーブですね。3800円の 33% オフで2550円ということで、これの面白いところは五徳が最初からねセットになっております。でアルコールストーブがチタン製だと炎が出る部分からどんどんチタンブルーにね綺麗な色に焼けていくので、そういったのが好きな方はぜひチタン製のアルコールストーブゲットしてみてください。では次、はい、お次の商品もアルコールストーブということで、さっきのものの方が安いんですけど、3399円が 20% オフの2719円となっています。さっきのは2550円ですね。でこのアルコールストーブの違うところは蓋がついてるっていうところですね。消火とかするときにカポッとかぶせてあげれば簡単に消火ができると、そういう風になってます。五徳は最初からついていますね。実際に使うとこんな感じになりますと。消火するときに蓋が欲しいなっていう方はこちらのアルコールストーブの方がいいのかなと思います。では次、これは日本酒にめちゃくちゃ合う水筒になります。この中に日本酒を入れて、あとおチョコもセットになっているので、これでねちび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 日本酒を飲むのはいいんじゃないかなと思います。こちらの日本酒用の水筒の重さは 95g で 300ml 入るようになっていて、コップの方は 9.5g と、これめちゃくちゃ軽くてデザインもすごくシンプルでかっこいいので、気になる方は購入してみてください。価格は 13,999 円の 15% オフで 11,899 円となっています。では次、はい、お次の製品はチタンペグ24センチのものになります。これは8本セットで価格は5000円が 20% オフの4000円となっています。チタンペグは本当に便利なので絶対にね持っとくべき製品だと思います。ただこの形状は地面が緩い場所だと結構抜けやすい形状のものになるので、柔らかい地面のところは長めのペグを買うのがいいのかなと思います。はい、1本あたりの重量は 58g となっています。バイク乗りとか徒歩キャンパーの方は絶対持っておくべき製品の一つです。では次、はい、お次の商品、ホイッスルになります。でこの価格は2499円の 18% オフで2053円となってます。チタンのホイッスルって結構ねおしゃれじゃないかなと思って、あのアウトドアに行ってる時に首からね一応下げておいて、まあ、なんかあった時とか、あとちょっと山に行って寂しい時ですね、寂しい時にこの笛をねピーッと鳴らすっていう、そういうアイテムですね。ぜひ気になる方は購入してみてください。強い、軽い、錆びないというのも最強のホイッスルなんじゃないかなと。登山とかにはねもう絶対持っていかなきゃいけないそういうアイテムになりますので、このホイッスルねもう男の中の男の人はもう買うようにしてください。もう買ってくださいこれは。ちなみにこれ色もブラックバージョンもあります。これブラックもかっこいいですよね。このブラックの方の隣にあるこの KA25L っていうのはさらに音量アップしたホイッスルになってます。価格もちょっと上がるんですけど3949円ということで、大きい音出したいなっていう方はこっちがいいかもしれないですね。これちょっとね買っちゃおうかなって今迷ってます。はい、次、お次の商品は屋外シャベルっていうので、まあキャンプでね最近あんまシャベル持ってく人多くないと思うんですけど、登山に行く方は絶対ね持ってってると思います。あと野営に行く方もね持ってってるんじゃないかなと思います。はい、これ価格が1999円の 20% オフ1599円、さらに 10% オフクーポンも提供できるのでめちゃめちゃ安く購入できます。この美しい色合いがねいいですね。チタン合金でできていて重量は 47g、 厚さは 0.9 ミリで、長さは194ミリの横幅は63ミリと、キャンプとかそういうちょっとしたことに使うのにはちょうどいい大きさかなと思います。はい、じゃあ次、はい、こちら最後の商品です。これ前も紹介したんですけど、重量が 185g しかない焚き火台になります。で価格は 14,800 円の 33% オフで9980円と、チタン製でねこの価格の焚き火台すごい安いと思います。 185g はね本当に軽いんで、チタン製の焚き火台とちょっとね他の人と違う焚き火台使いたいなっていう方はこれ非常におすすめの焚き火台になります。バイク乗りの方や徒歩キャンパーの方ぜひ検討してみてください。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まだ購入迷っている方、ここら辺でね決着をつけといた方がいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで本日の動画もし参考になったよという方はグッドボタン、チャンネル登録もしていただくと本当に嬉しく思います。このチャンネルではキャンプギアの情報やあとキャンプ動画とかをね投稿していますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、じゃあ最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。りょうへいでした。したっけ。